旧制新潟医科大学は1922年4月に設立された旧制管理大学。略称は新潟大大。本校では旧制新潟大学専門学校など全身の諸校を含めて記述する管理新潟大学専門学校正門。1914年建設の門中は現在も新潟大学医学部表門として使用され。 登録有形文化財に登録されている。1901年、旧西高等学校医学部5校が独立し、医学専門学校となった。新潟県内でも、管理推薦設置の要望が高まり、1904年には、北越医学会、県教育会が、管理推薦設置運動を展開した。日露戦争勃発で運動は一時挫折するが、終戦後に本格化した。 1905年、県知事が上京して、石黒忠則らに管理推薦設置を図り、敷地、付属病院、創設費30万円の寄付を申し出たのをはじめ、翌1906年には、新潟県会が病院、創設費寄付予算を可決している。これを受けて1907年3月、帝国議会は、新潟県への管理推薦設置を決定した。 全身の新潟大学専門学校以来、現在の朝日町通り一番町のコーチを使用している。四季場龍三郎、精神科医、東京タイムズ社長。新潟大学医師学総合病院遠革によれば、1869年9月廃止。新潟大学医学部精神医学教室遠革による。ありがとうございます。